痛くないですか？鼻から息を吸っていただいていいですか？調整終わった後、この音がクリアに聞こえるようになります。おっす！ MB ボディアツスクール代表の松井慎一郎です。今日はですね、耳鳴りの方をやっていきたいと思います。専門の機関、耳鼻科の方に行ったんだけども、耳には特に異常がなかった。自律神経の問題だよ、疲労だよ、と言われた方は効果があると思いますので、ぜひ激痛整体試してみてください。検査として、バランスのチェックからなんです。一見耳と関係ないようでいて関係あるところです。ではですね、手をちょっと斜め45度にして、どちらの足でもいいです。片足立ちになっていただけますか？外して。で、この時のグラグラしないかどうかをチェック。で、今度は反対の足でいきましょう。はい。それから次なんですけども、耳の感度を上げるっていう調整も行っていくので、ちょっとご自身で耳の外側を軽く人差し指でいいので触ってみていただいていいですか？その時にカサカサカサっていう音しませんか？はい。で反対の、はい、とね、自分でカサカサカサってするような耳の中の音をまず確認してみてください。で調整終わった後、この音がクリアに聞こえるようになります。そしたらですね、仰向けになりましょう。上向きです。上向きになりましたら、まず右の耳を人差し指と指で軽く挟んでください。この時は強くではなくて軽くでいいです。触れてるっていうのがちょっと大事になってきます。でここから激痛整体です。はい。でこちらのですね、この足、右足なんですけども、内くるぶしとアキレス腱の間に人差し指で触ると分かるんですけども、グッと奥の方に行くとコリッとしている硬いところがあります。まあ、これね、後頸骨筋腱って言うんですけども、はい、これをいいですか、右足の時には左手の親指を立てて、このコリッとしている内くるぶしとアキレス腱の間のコリッとしたらグッと押さえます。痛くないですか？痛いですよね。でこのコリッとしているところを押さえて、もう一度井上先生ね、この耳を強くグリグリッと右の耳触ってください。痛くないですよね？はい、痛くないです。これ本当にね、人間のあの耳まで変わります。はい。そしたらですね、指を立てて、この痛いところ1、10回いきましょう。2、3、4と爪を立てて、グリッグリッと10回ほど指で刺すようにして行ってみてください。はい、柔らかくなってますよね。確かに、はい、これね、よかったら皆さんも自分の足でもできますので、押さえながらね、今度じゃあ左の耳ね、触るだけでいいですよ。それでね、内くるぶしとアキレス腱の間をまずね、触れた時にコリッとしているところがあります。はい。このコリコリを指先でグッと捉えます。はい。そのまま1、2、3、4とこういう感じでね、立ててそのまま入れてください。はい。で痛いです。で痛くしないとこれは効かないです。ぜひ痛くしてください。はい。痛いけど耳鳴り楽になるよって言いながらね。はい。はい、10回。これでもう一回ね、左耳グリグリっと触ると耳まで柔らかくなる。うん、はい、確かに。なので耳をね、柔らかくするときにいろんなね、耳回しとかいろいろあるんですけど、それ、うん、めんどくさいです。はい。一石二鳥です。激痛の遠隔操作で耳まで楽になります。で耳まで楽になるだけではなくて、立った時のバランス変わっちゃうんですよ。ちょっと立ってみていただいてよろしいですか？はい。立った時に楽です。はい。指を開いていただいて、じゃあ片足立ちになりましょうか。ってなった時にピタッと、はい、反対側も、うん、はい、まあ足上がりやすくなるのと、片足立ちになってもブレないようになってきます。うん、今度は脳の炎症を低下させて、いわゆる耳がうまく聞こえにくい接続異常しているところを調整するやり方を皆さんに教えていきます。今度はですね、人差し指を両方とも耳の穴に入れていただいていいですか？はい。で人差し指を入れていただいたら、胸郭っていって胸を広げていきます。で胸を広げていって、肘を張った状態で、どちらからでもいいんですけど、右から行きましょう。右に体を傾きます。で鼻から息を吸っていただいていいですか？で鼻から出してください。
これを3回いきます。鼻から吸って、鼻から、鼻です、鼻から吸って、鼻から、で1回戻します。今度は左の方に倒します。左の方の方がちょっと硬いですね。これでもう一度ですね、耳のこの音をカサカサってこう動かしてみてくださいね。右左で、はい、おさっきより感度高くなってますよね。はい、なんか綺麗に聞こえます。綺麗に聞こえますね、うん、で反対側も、はい、うん、っていうようにキツって言うからね、耳を引きちぎっちゃうのかなと思うんですけど、それは違います。はい、うん、なのでね、結構立った時もどうです、足の感じとかも楽ですよね。はい、で耳も感度高くなってますので、ぜひ耳鳴りにはこちらの激痛整体やってみてください。今日は切ない痛みでした。切ない痛み、なるほど。はい、皆さん、耳鳴りはいかがだったでしょうか。これからですね、超高齢化社会ということで、どん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 耳鳴りの方増えていくと思いますよ。皆さんの巷っていうかね、巷でも皆さんの周りでも耳鳴りで困ってる方、ぜひこの激痛整体で喜んでもらってください。そしてですね、良かったなと思いましたら、いいね、それからチャンネル登録で、こんなこともやってほしいっていうのがあれば、ぜひコメントもよろしくお願いします。おっす、立ててグリッグリッと10回ほど指で刺すようにして行ってみてください。内くるぶしとアキレス腱の間のコリッとしたらグッと押さえます。痛くないですか？痛いですよね。でこのコリッとしているところを押さえて